いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。第8章、アオキーさん。ここを暗殺には、裏がある。ヒネガンが、私を刺したのが、その、はい、皆さんこんにちは。炭酸飲料の炭酸を抜くのが好きなゆっくりだよ。それじゃあ炭酸の意味ねえじゃねえか。最近の飲料は炭酸むちゃくちゃ強いと思わない？私は超微炭酸が好きだから、フルなり混ぜるなりして調節しているのだよ。民の信頼を裏切って楽しいか？調子に乗りすぎた。女だから。手加減しねえぞ。設置完了。ということで、ライト系の部屋に行くよ。いいんじゃにゃんの？それは前回やったからまた今度ね。今日は部屋の仕掛けとかで遊ぼうぜ。ちょっと早いけどあれやるぞ。え？マジで？字幕さんも言ってたが、今回トラップ設置とかをカットしまくってるくらい尺がないんだ。やるなら今しかねえ。そっか、じゃあやるか。コメントピックアップのーコーナー。大丈夫か主？とかを大事にっていたわりの言葉をもらったぞ。もう身はなくなったし、薬も飲み終わって今日も元気にニコ動を徘徊しています。気にかけてくださった方々ありがとう。みんなも体調には気をつけてね。次のコメ、肉、わらわら。あのデコを見たら無性にやりたくなりました。今回は一瞬だけしか映らないので探してみてください。いい背中だ。これはあれだ、サムネに使ったシーンでついたコメだ。いやー、あのいい背中をおかずにパンケーキ食べたくなりますなー。あ、まさか本当は部屋に入ってきた途端にペンジュラムで追い返そうと考えてたのに、なぜか余計なものまで仕掛けちゃったから失敗した。というわけで、今度は振り子の犠牲になってもらうよ。普段のプレイじゃこんなとこ絶対使わないから新鮮だな。さあ来い、うふふふ。ハードだけだな。まあいいさ、ジョニーも虫の息だし、適当にトラップ当てて終わらそう。何にしようかな。そういえば、今更だけどエイダは自分の手でほふりたかったな。それを奪ったフィネガンは鉄拳制裁を下します。おい、こいつもしかして。もしかしなくても、ハマってやがる。哀れむような目で俺を見るな。こんなたひり方じゃ哀れむしかないだろ。面白いもん見たな。うん、だけど自分もあの状態に陥る場合があるから、振り子の横を通るときは要注意な。そうそう、こいつの弾幕魔の後部屋移動するんだが、途中で二人目と三人目に会ったときのムービーだけ残して他はカットするよ。カタリーナ様に逆らう、それだけで罪なのだよ。
て、ここどこだ？エントランス、を、突っ切って地下水路に行きます。ああ、今度はスパークロッド持ってきてるんだもんな。ここの張り付き水車は電気を流すと一瞬だけ回転が速くなって、ぶつかった人にダメージを与えるんだ。ぶつけるタイミングが難しいんだよな。階段のすぐ近くにあるから振り子よりは使いやすいんだけど、あらぬ方向に吹っ飛ぶからとどめに使うことをおすすめしますん。吹っ飛んだ敵の体力があり余ってて、自分の立ち位置が悪い時、挟み撃ちくらい可能性があるって話だ。さて、ここのトラックはこんなもんかな。マンホールは？マンホール？あの水が吹き出すやつ。ああ、あれか、今はいいや、次回かサイドストーリーでやるよ。それより他の部屋行こうぜ。これこれ、マンホール。マンホールっぽく見えるだけで、ちゃんとした名前あるんだろうけど、忘れちゃった。おお、危ねえ。よくぞおいでくださいましたミランダさん。さあ、遠慮なさらずに、天気を召し上がってくださいな。お土産にローリンガールはいかがですか？トラックの押し売りはおやめください。てか、今ローリングボムのことなんつった？字面が似てたから間違えた。ローリンしか合ってねえよ。さてさて、お次はエントランスの階段で、ペンデュラムとローリングボムとスパークロッドを使います。ペンデュラムで強制移動させて、スパークロッドで足止め、ローリングボムでとどめでございますよ。そういや、トライデントは電気系の魔術師だから、スパークロッド効かないんじゃね？そうそう、これ設置した後思い出したんだよね。まあ、ミランダさんに当てればいいし、自分が水に浸かってる時に発動しなきゃ大丈夫さ。今日一回も自滅してなかったのに、いやー。なんでゆっくりすぐ自滅してしまうん？地味にテンパってるからだよ。最初はまあ美味しいかなって思ってたが、いい加減自滅撲滅したい。逃げながらトラック発動とかグダグダすぎる。そんで、ミランダ終了のお知らせ。嫌な奴が残ったなぁ。弓矢と違って魔法はホーミングするから避けるの大変でさ、個人的には常に攻撃されない距離を保ちつつ戦いたいんですよねー。この前も大変な目に遭ってたもんな。思わず字幕さんと修造の言葉をシンクロするくらい頑張ったんだけどね、魔法からは逃げられんかったさ。さて、久しぶりに入った王家の墓で玉転がしをします。リハーサルなしの一発勝負、うまくいくか不安だす。すかさず物陰に隠れるチキンである。アリシアは守るものです。このトラップ、ペンデュラムで人と弾を飛ばし、もう一個の弾もスマッシュボールで当てるってのが理想なんだけど。ああ、弾が重いから同じとこに着地してくんなかったね。人の着地点も思ってたのとかなりずれてるわ。失敗。このお私が。何はともあれ、無事生還したんだし、この後サイドストーリーやって終わろうぜ。せやね。あ、でもその前にムービーがあるぞよ。フィネガン。探しておりました。ようやく私の手に。姫はご存知でしょうか。青き血の時人と呼ばれし一族を。時人の英知は多民族に多大な恩恵を与え、その将は聖人とされていた。だが彼らの目的はその恩恵に群がる人間の魂。そう、魂を捧げていたのです。あなたと同じように
彼らは魂の代価として不老不死を得たという。だがある時時人はこの地から姿を消した。アリシア姫、私の祖先は時人と呼ばれる青い地の人々に仕えておりました。時人の英知、魔人の力の存在、私は言い伝えを信じ調べた。そして真理への鍵はあなたの持つその力。魔人の力を持つ者を殺せばその力は殺した者に継承されるという。姫、あなたの力私がいただきます。ウェイウェイウェイ、待つのはお前だ。心の準備でけてないんだよ。いや、カットしたトラップ設置とかで準備したけども、モモフは。待て、うるさいよ。そのヒュンって音が怖いんだよ。お尻がゾゾゾってなるんだよー。誰か助けてー、ぼつけてー。てかまた魔人カッコ仮が仕事してないんだが、どこだー？ちょっと喉の調子が悪いからお茶飲んでた。待たせたな。お前いつもダミ声じゃねえか。こちとらテンパリドクライマックスなんだよ。あの体力ゲージ見てみ、おろろろろ。落ち着け、リバースはするなよ。汚ねえから。じゃあ、やめてよ。して触らないで、寄るな触るな、弾けて飛ぶさ、ババババ。カット入ります。ああ、ひどい目にあった。確実に100年くらい寿命縮んだよね。お前何年生きるつもりだよ。はあ、広いところに来たものの、これからどうしよう。チキン戦法でいいじゃん。他の部屋にもトラップ仕掛けてあるんだろ。それしか生き残る道はないか。まあ、せっかくだし、時計のイリュージョンをとどめに使おうか。あるえ？勝手に引っかかったな。体力削るチャンスじゃね？このチャンス逃さんよ。やってやんよー。正直、チャージが間に合わんかも。じゃあ、もう一回引っかかるか実験してみようぜ。あ、それいいね。部屋の中ぐるぐる回ってたらいけるかも。また引っかかってくれたらトラップ当てやすくなるなー。そういえば、一度穴に当たるとその場所を警戒する習性はこいつにもあるんだろうか。警戒しだすと同じ場所の罠にかからないようになるんだよな。警戒といっても、同じ床を通らなくなるだけで、しかも別の罠にかかると忘れるから警戒の意味ないんだよね。実験結果、フィネガンは学ばない子、アリシアホ振ることしか考えてないようだね。というわけで、実験制裁の時間だ。ちなみに、未だにテンパってると思われます。録画中だから面白くしなきゃというプレッシャーと、後ろから聞こえるヒンヒンって音と、フィネガンの体力を回復する僧侶の合流。とっととフィネガン倒したいけど一気にやらなきゃ回復される。僧侶を先にしようとするとフィネガンの粘着がうざくて仕方ない。こういう時に限ってジョイスいないし、使えねえなジョイス。まあ、助けが来ないのはこのゲームのデフォルトなんだけどね。信じられるのは自分だけってね。よっしゃ、結構削れたね。ふふ。あははははははー。あとちょっとで終わるよ。やったね、ゆっくり。おいやめろ。ああ、やっとここまで来たよ。長い道のりだった。ふふ、もう、フィネガン虫の息じゃないですか。とどめはイリュージョン使うんだろ？早く行こうぜ。そうだったね。早く行って準備しなきゃだね。待て！うふふ、ああ、嬉しくて笑いが止まらん。ふひ。つか、虫の息なのに元気だなあいつ。移動速度が変わらないのは厄介だな。スローガスとかコンフューズガスが懐かしい。なんで今回ガス系なくしたんだろうか。
せめて代わりになるトラップ出すとか、盲目の状態以上のコスト化して欲しかったのう。あの頃は見向きもしてなかったのに、いなくなって初めて気づく大切さ。熟年離婚したおっさんみたいな言い方すんな。っていうかミスったやばい。とりあえず逃げるんだアリシア。やばいどころじゃない、一気に形勢逆転じゃねえかヘルプミー。そこか。ちょい待ち、待って待ってお願い待って、なんで操作できないの、お願い動いて、コントローラーさんお願いします、ここでタヒルとかマジ勘弁。コントローラーさんが反抗期になりました。ご視聴ありがとうございました。はい、続きです。まさかコントローラーが反抗期になるとはな。まあ、前々からゲーム始めるときに接触が悪かったりしてたんだよね。でもプレイ中に止まることはあんまりなかったから使ってたんだが、そろそろ気を取っかねえ。お前はそろそろ自滅をやめないと視聴者さんに見限られるぞ。甘いな、肉を切らせて骨を断つ戦法だったのさ。肉も骨も切られてそうな奴が使う言葉じゃないぞ。お前は魔女なのか？ごめん、まだテンパってるらしい。か、炎と電気をまといながら追っかけてくるの怖え。とりあえず、体力削るのに成功したな。あとは回復されないことを祈りつつ、安全な三角木場でとどめかな。そういやアンジュラ仕事してないな。走り回ったりされると回復できないんじゃないかな。歩いてる時に回復してるのよく見かけるし。それにしても、今日は電気攻めが多いな。持ってきてるトラップが前回と一緒だからね。フィネガンに有効な足止めがスパークロッドしかないんよ。か、トラップでも当てない限り一定の距離で追ってくるフィネガンが地味にトラウマなんだよ。そういえば、ベルトランとラスボス以外ゲームオーバーにならないとか言ってなかったか？あれは嘘だ。ぶっちゃけフィネガンの存在忘れてた。さあせん。なんで今かかかってやったし。後ろからのプレッシャーがパナイムよ。ボスケて。頑張れ。つか、さっきも使ってたけどローリングボムとスパークロッド気に入ったのか？うん、軽くハマった。ペンジュラムとかの強制移動させられるトラップで壁に飛ばしてから、ゼロ距離で電気と爆弾当てるの楽しいよ。これゆっくりのおすすめ。ここまで来て、魔人よ、私にも力を。うるさい。さあせん。さあて、残りもちゃっちゃとやっちゃおうね。せっかくだからダークイリュージョンで仕留めようか。フィネガン倒したのに逃げないアンジュラ偉いな。うん、逃げられたらどうしようかって、ちょっとドキドキしてた。はい、仕掛け終わったよ。ふうふう。すやすや。え、カゼロウの新作出るの？うわぁ、楽しみ。むにゃむにゃ。は、私はどこ？じゃなくて、急に不自然な眠気に襲われたよ。なんだったんだろうね。寝言とは思えない寝言言ってたけどな。ちなみに、新作が出るって話は本当ですよ。マジで楽しみだね。あれ？え？なんで？何してんの？なんでたらい仕掛けてないの？ああもう、なんでいっつもヘマするかなぁ。こりゃ間に合わねえな。諦めろ。まだだ、まだやれることがあるはず。一緒にハマってんじゃねえよ。痛い、トラップ発動できない、助けて。待って、待って。
ああ、またこうなるんか。実況始めた当初はさ、こう、高みの見物って感じで侵入者が八つ咲きになる様をお届けするはずやってん。どうしてこうなった？嘆くな。下手なのは、今に始まったことじゃないだろ？フィネガン様、愛してる。姫、ご無事で。フィネガン。お見事です、姫。残るはカタリーナとヘルツォークだけ。古城へ行きましょう。奴らはそこにいる。じゃあ、サイドストーリー、行くよ。アリシア姫、もはや退路はございませぬぞ。無駄な逃亡をやめ、潔く最後をお迎えください。私も、もはや罪のない身ではありません。でも、お父様の殺害にだけは関与していません。お父様を殺害したのは、女盗賊のエイダ。それも、何者かの命で殺害した水着。その証拠に、彼女はフィネガンに殺されました。口を、封じられたのです。王の殺害を命じたのが何者かはわかりませんが、私に国王殺しの罪を着せ、そして、卑劣な策を巡らせグレインズ将軍を処刑した、カタリーナ。彼女が何かを知っているはず。そしてヘルツォークも重要な何かを。セリフ読むの遅いなお前。セリフ飛ぶの早いんだよ。失礼。せっかくのご説明ですが、もはやあなたが犯人であろうとなかろうと、そのようなこと、どうでもいいのですよ。どういう意味だゴラー。あなたには、ここで死んでいただきまっする。余計なセリフ足してんじゃねえよ。我らには、他になさねばならない大義が、決められたセリフばっか読むの飽きたんですよ。そして排除した大勢の上に我らが指導者が、新たなる秩序と理想の国を築かれるのだ。って俺が気づくんじゃないのかよ。古い木は切り倒さねば、新たな森は育たない。新たな森の肥やしとなられよ、アリシア姫。嫌に決まってんだろ。つか、お前らの声一緒すぎわろた。あと、俺の出番なかった。え？お前読み上げやるの嫌がってたじゃん。はぐられると、それはそれで複雑な心境になるんだよ。めんどくせえ。友達だと扱いに困るやつのセリフだぞそれ。わかったよ。もう言わねえよ。実況やんぞ。つか、ステージ変わってるじゃねえか。ここどこだよ。古城ステージの詰め所にいるよ。あーほら、ハブって悪かったって、お前もほんとめんどくさいやつだな。ここにはダークイリュージョンあるのか？あるけど、ダークイリュージョンやる前に、部屋の仕掛け確認させてな。オッケー、把握した。さて、ここのイリュージョンは、獣の晩餐って言います。電気系のトラップで備え付け水車に電気を流すと一瞬だけ水車の回転が高速になります。その一瞬の間に敵を水車にぶつけることができれば、イリュージョン発動です。今は高速回転してるな。この時にぶつけるだけなら簡単じゃねえの？簡単だと、私に言うか。わ、私も新たな国の肥やしとなろう。どうしよう。あとは、頼ん。なんてこった。特に見せ場もなく一人目が言った。眠れ、安らかに。そういやアサシンブリードの女性主人公のやつって面白いんかな？ブリードの2はやったことあって、羽集めとかミッションとか楽しかったんだよね。
巡回してる警官に毒刺してそいつの周りに小銭撒いて一般市民を群がらせて、毒で幻覚見た警官が剣を振り回して一般市民を切り刻むところを、お前爆笑してたよな。あやめるとゲームオーバーになる一般人に危害を加えられる上に、傷つけてるのは本来一般人を守る立場の警察官ってのが面白くてしょうがないんよ。それにしても、例のごとくグダグダしてるな。実況することがないくらいに、グダってるな。放送、前回と今回を合わせて一つのパートとさせていただくので、今回はコメントピックアップはしないのです。ちなみに、今は必死こいてダークイリュージョン発動させようとしてます。原理は合ってるはずなんだ。あと一つ、何かが足りない。これで勝ったと思わないことですな。同志が必ずや、あなたを、王族を。編集してて気づいたんだけど、水車の真横に当てると発動するっぽいです。ずっと勘違いしながらペンデュラム使ってたよ。レッツパーリー。ミッシェルちゃーん、ご飯の時間よー。さーんと、お食べ。あら？もういらないの？遠慮しないで骨まで行ってもよかったのに、カメラさん来てるから緊張しちゃったのかな？我が倒れるとも、魂は、この国の土となり未来永劫に、国を守護する。なぜですか、アビシア姫。我々は国民のために自らの手を血に染めている。だが、あなたは支援のためのみ行動している。支援ですって？姫は王のなき今、国のために何かなされたか？あなたは、我々の指導者には遠く及ばぬ。今のやりとりを一言で表すなら、理不尽。お父様が亡くなってからは、濡れ衣着せられて捕まらないように抵抗するのに必死だったんだから、国どころじゃないよ。濡れ衣着せられてなければ国のために動いただろうよ。か、またここで応戦すんのか？別の部屋行こうぜ。あと二つ、ダークイリュージョンもあるしね、ちゃちゃっと紹介してしまおうね。それはそうと、前の投稿からだいぶ時間が空いたな。正直に言うと、ニコニコ徘徊したり、お絵かきしたり、坊主回戦したりしてました。前は肉声実況苦手だったんだけど、特定の人だけなら肉声実況見れるようになって、実況者さんって面白い人たくさんいるなって、最近はホラーゲームの肉声実況よく見てます。だらだら喋ったと思ったら、ただの近況報告じゃねえか。実況すんぞこら。あいあいさあ、今踏んだスイッチは人間大砲っていうダークイリュージョンを発動させるためのもので、スイッチを作動させた後に大砲に敵をぶつければ発動する、と思う。と思う。ってなんだよ、ちゃんと調べてこいや。うは。字幕さんがご乱心。どうしたん？マジでか。このゆっくり、アホだからな。全カットはさすがにあかんよ字幕さん。タライトスプリングフロアばっかじゃつまらないと思ったんだよ。すやすや。戻るボタン推奨とか、初めて聞いた。今年最後の動画がこんなんだなんて、認めねえ。は、私は何を？って、さっきもやったわ。何度も寝かせないでちょうだい。お前がふざるからいけねえんだよ。
風の根も出ない。ペンドゥラムとスマッシュボール縛りとして見るといい逆ねえや。風の根も出ない。あかん。これじゃあウプ主が楽しいだけだ。かぶせボケとか初めてやったな。そういや、今日お着替えすんの忘れた。わざとじゃなかったのか。まあ、たまにはいいか。このサイドストーリーの最後のムービーにはぴったりだし。メインストーリーだと戦う意思をあんまり出さないから、サイドストーリーでたまに見せるリリシーアリシアさんが好きです。やはりあなたにあるのは、自己愛だけだ。自分のことしか考えて、おられぬ。また一人犠牲者が。侵入者はみんなモルモットだよ。実際のモルモットは危ない実験に使ったらダメ絶対。話脱線してるぞ。じゃあ戻すか。こいつら足を反ってはね当てるタイミング掴みやすいし、近距離武器だから近づかないと攻撃してこないしで、ヌルゲーだね。重量系の敵は壁トラップ無効化してくるはずだけど、こいつらは無効化持ってないみたいだな。死ねない。私は同志のために、まだ、なすべきことが。最後の一人だ。よーし、華麗にダークイリュージョン決めてやんよ。はぁ、あ、嘘だよ。わかってるよ。グダグダなことくらい編集始めた時から頭抱えてたよ。この大惨事をどう収集つけようかパソコンとにらめっこした回数断トツ1位だよ。だから字幕さんがウプ主の代弁をしたのか。実戦は次回あるからねー。タライトスプリングフロアとマグネットウォールがあれば誰でも簡単にできるんだぜ。それから次回だけヘルファイアー解禁しようかと思ってます。ダークイリュージョンの準備でどうしても使いたいので、あしからず。気づけば実況を始めて1年経ってるんだよなぁ。何一つ成長してないし、むしろ退化してる気がするのは俺だけか？うっさい、そういうのはゆっくり身につけていけばいいのよ。来年の12月までにこの実況完走してなかったら指さして笑ってやっからな。覚えてろよ。ああ、来年の方決まったわ。こんな好き勝手やってる動画ですが、来年も見てもらえると嬉しいです。そういえば、良いお年をってよく言うけど、どういう意味で言ってるんだ？必要あるのか？良いお年をお迎えくださいって言葉の略で、良いお年をと言ってるんだよ。幸多き新年でありますようにって意味らしいず。なるほどわかった。納得したところでそろそろ試合も終わりそうだし、俺らも言おうぜ。まだムービーが残ってますが、挨拶はこの辺でしてしまいます。実況を見てくださってる皆様、個人的に好きな実況者の皆様、良いお年をお迎えください。そうね、支援なのかもしれない。でも今は進むしかない。それしか、できないから。ご視聴、お疲れ様でした。第9章、崩壊への道。姫！古城はカタリーナに占領されてしまったようです。ただ、敵兵の多くは、城外に逃げ出した者を追撃して出払っているとのこと。城が手薄なうちに私はカタリーナを探します。アリシア様は地下牢へ行き、捕虜にされた兵がいないか確認してきてください。今は少しでも戦力が必要です。それではまた後ほど。寒中見舞いしようとしたらもうバレンタインも過ぎてたでござる。
どんだけゆっくりしてんだよ。焦って編集するとミスしたり大雑把が目立って、気に食わなくて編集やり直して余計に時間かけちゃうから、自分のペースって必要だと思うの。いや、すまんが任務でな。死んでもらう。行くわよ！去年は動画を見てくださって、タグつけてもらったり、マイリスやコメントまでしていただいて、ありがとうございました。今年もマイペースではありますが投稿していきますので、よろしくお願いします。字幕さんの硬さが映ったか？ガッチガチやぞ。更新するたびに見てくれてる人だっているんだし、挨拶はしっかりしないとね。おっと、そろそろゲーム画面にも触れなきゃね。今やってるのは、4箇所にあるガス噴出口に火をつけて、ダークイリュージョンの準備をしてました。ウプ主はヘルファイヤー縛ってるから使わなかったけど、さっきアリシアが立ってた木箱の裏にヘルファイヤーを置くと一発で4箇所全部に火つくぞ。一気に火柱が上がる瞬間が爽快なんで、おすすめしとく。で、バキュームフロアの位置に敵をおびき出して足止めします。ああ、今すっごいまともに実況してる。とても久しぶりな気がするのは気のせいじゃないはず。お前がグダグダプレイしまくってるから雑談で間を埋めなきゃいけなかったんだよ。トラップ設置だって一部屋一部屋時間かけすぎな。はい、さっき字幕さんが指してたところのスイッチを起動しました。バキュームフロアの位置に電池が流れます。これで準備万端なんだけどなんで発動しないん？なんで？え？発動しない理由がわからんに。お？アリシアが手を出したぞ。実際に出したのは足だけどな。くそ、俺は無能な隊長だぜ。ああ、はい、移動しました。ここではセレナさんを狙ってスマッシュボールで吹っ飛ばしてバキュームで吸って、暴走次元サッカーよろしく鉄骨振らせるつもりだ。バキュームと鉄骨しか使ってなかったでござる。一発で終わったから結果オーライ。許さない、私をこんな目に。任務は必ず遂行する。アリシア姫、何があなたを変えてしまったの？今度は前回失敗した人間大砲を発動するぜ。たったの2ステップなのに前回は散々だったなあ。変に凝らずにやればこんなにも早いんだぜ。うつん。本日二度目の喜びの舞。地雷が踏んでるようにしか見えねえ。あなたに殺されるなんて。今のうちにやるか。久々だな。コメントピックアップのコーナー。最初の子ね、こいつの移動技こっちの走りより速いんだよな。ホラーゲーでもないのに追われる恐怖を味わいました。高速移動してくるキャラ怖いよね、マジで。油過敏が強すぎた。
この機械以外ならファイアーボールで追い打ちかけてじわじわ削れるし、逃亡しようとしてる奴の足止めもでって使い勝手いいんだよね。最後、カゲロウの新作が出るって話をしてた時のコメント、買うの？買いますともさ。ちなみにタイトルはダークサイドプリンセス。両すべにムービーがあって見てみたんだけど、主人公のレグリナタンがまたセクシーな衣装で白髪と人愛が可愛いったらないのよ。なんかトラップを司るミコってのがいて、そのミコたちもセクシーだしキュートだし美しいので、女の子好きゲーマーさんはぜひチェックしてみてください。でね、トラップの仕掛け方も若干変わったっぽくて、トラップの種類もベアトラップみたいな王道から花瓶の進化系だろうなってのもあって、ムービー見てからうつむしそわそわしっぱなしなのですよ。2月27日が楽しみなのですよ。プレステ3買おうかな。フィネガン様、申し訳ありません。気は済んだか？半分くらい。全部ぶちまけると楽しみにしてる人にネタバレしちゃうかも、だから自重しました。カタリーナ様。何事じゃ？アリシア様が城内に侵入した模様です。ジョイスの手引きか。直ちに城内の兵を向かわせよ。なんとしぶといやつじゃ。もはや愚鈍な兵士どもでは話にならんぞ。アンズルナ、ここまではたどり着けまい。アリシア姫だ、見つけたぞ。甘く見られたものだ。かわいそう。私が助けてあげるわ。イレイネ可愛いよ。イレイネいい声してるよね。できればメインディッシュに取っときたいんだけど、いかんせん彼女体力ないからすぐ行ってしまうんよね。それにしてもまた変なトラップの仕掛け方してるな。うん、パニッシャーが強制移動1ブロックなのに気づいて、遊び方を模索してるの。アイアンメイデンと合わせて、ハメ技ならぬハメトラップしたいなぁ。今はこのグバってる状況をなんとかしろ。頑張ってるよ。常に棒読みだから本気なのか冗談なのかわかんねえ。本当は優しい人なんでしょ。字幕さん、なぁ、はもう古いんじゃね。この部屋の使い方思い出すまでに時間かかっちゃってさ、今全力でグダってるんだよね。今さら言うか。まあまあ、いつものことじゃないか。開き直るのいくない。でさ、このスプリングフロアの行き先、吹っ飛ばした真横に火薬の入った樽が置いてあって、その樽の横に起爆スイッチがあるんだけど、侵入者をスイッチに触れさせて起爆できないか実験。失敗したな。まあ、半信半疑でやったからね。不発でも気にしない。お前は不発しまくってんだから少しは気にしろ。前にも似たようなこと言わなかったっけ？あれ？うららを使いたかったんだけど、ここもスイッチ式だったのを忘れてました。てかスイッチ多くね。そうそう、アドルファスを倒した後にイルミナードさんから一発食らって瀕死になったよ。なんで先に言うんだよ。断末魔の後カットしたから事前報告です。回復しいいの。準備して、待つ。逃がしません。イエス。倒れてる相手にはマグネット系効かないのか。タイミングが早すぎたんだと思う。テンポも悪いから次使うときは別のトラップにするわ。
さあ、次はギルティランスを使おうかね。あ、イルミナードさんも来てた。あなたベイヤー、おくらいなさい。バレンタインまだ瀕死じゃないよな。うん、元気なはずなんだけど、攻撃してこないね。この部屋にはいないな。どこ行ったんだろうね。まあいいや、先にこの人やっちゃおうか。あ？いやー。一時撤退します。最近はローテでも友チョコを交換したりするし、みんなもっとやればいいと思う。おかえり。ただいま。最近逃げるやついなかったから油断した。侮辱だわー。皆殺ししないと気が済まない病が発症してやり直すことに。かえ、通常トラップだと一撃で仕留められなくてイラッとしたので、ダークエンジンすることにしたよ。無駄に疲れたよとトラッシュ。今の何？セルフピオン。負けてしまいました。隠せてないし、わかりづらいボケはやめなさい。イルミナードさん足遅いなー。足の速い魔術師がいたら嫌だろ。お帰りください。お、いいこと思いついた。ああ、間に合わないか。ボムで片付けるん？うん、このトラップは次の人に託そうと思うよ。この、瀕死のターゲットがトラップの場所に来るのを待つ瞬間って、いいよね。お前ももうすぐ人を信じられなくなる。汚い魂ほど地味なんだぜ。え？その設定まだ生きてたの？お前は鬼か。乗りすぎた。さて、どんな吹っ飛び方するかな。まずは、こっちまで来てもらってスマッシュボールで飛ばして、すかさずパニッシャー。こっからはぶっつけでトラップ設置します。うまく続くといいな。あそこか。予想外にまっすぐ飛んだな。はやったまれ、はやったまれ、はやったまれ、はやったまれ。よっしゃー。なにこれ、きぜ。やべえ、楽しくてよだれ出る。汚い。あとは、頼んだぞ。最後に備え付けトラップうまく使えて調査ゲスファクションした。普通に満足したって言えよ。アリシア姫。あなた以外に生き残ってる人はいないの？わかりません。これは姫様が倒されたのですか？姫様、私はカタリーナの居場所を知っています。お願いです、仲間たちの仇を討っていただけないでしょうか。こちらです。これでいいんだろう。ああ、ご苦労だったな。なあ、もう行ってもいいか。
申し訳ございません、姫様。ダメ！なぜ？カタリーナ様にあだなす者は皆殺しだ。俺たちの部隊の底力を見せてやる。終わりじゃなかったでござる、ファピー。後半になるとこんな風に連戦が続くから、正直しんどいなり。外してやんよ。とりあえず続行。やったら勝てる。おつう、なんという地味し。さーて、また接骨でも振らせようかな。それさっき字幕さんが木材だって訂正してたね。マジか、超恥ずかしい。あ、やばい、花瓶設置するの忘れてた。あー、間に合わないかな。ゴムじゃ起動しないみたいだな。やっぱ安定の花瓶で起動するしかないか。ハミルトンあんなとこにいる。んじゃ、こいつ終わったら部屋変えようか。やっとみんな幸せになれると思ったのに。私の家族を返してくれ。この部屋でさっき失敗したタル爆弾を起動させるよ。ここでも花瓶様を使うよ。そういや、新作のカゲロウはトラップの種類豊富なんだってな。寄せ合い、そんなこと言われたら実況に集中できないだろうが。ああもう、気になりすぎるよ。リバードギアって何？シーケンスって工場とか遊園地とか気になるから。見事に集中力に出してるな。お前のせいだってばよ。私の地道な努力が。フライングしてる地元のゲームショップで定価で買うか、若干安くなるゾンアマさんでポチるか悩んでます。ヘルツォーク。サイドストーリー行くで。アヒム様、隣国の王子のあなたがなぜここへ。あなたの噂は我が国まで届いております。この目で見るまではと。そんなあなたは見たくなかった。せめて私の手で何者とも被って差し上げる。さっきも使ったゆっくりアリシアの差し絵ですが、パート4で使ったものと前髪が違います。動画説明にある通り、パート4の差し絵は他人の絵を改造して使っていました。夜中に作業してて改造がうまくできたって喜んでそのまま動画に組み込んじゃったんだよな。差し絵可愛いって言ってもらえたり、タグつけてもらったりとか反応が出てくるうちに罪悪感に苛まれて、どんな些細なことでも悪事は悪事だからと腹をくくって今回のパートで口外することにしました。使ったのはコモンズの登録作品でしたが、改造してから口外するのは無断転載と同じことなんじゃないかと気づいてどんべこにしました。改造しちゃった絵のうつ主様、申し訳ございませんでした。これからはこの前髪ともみあげを書き直したバージョンでやっていきます。ちなみにレイチェルはゆっくり土台を使って書いたものです。よし、場所も変わったことだし続きやりますか。最初はバキュームフロアから、次はスマッシュボール。間髪入れずに電気椅子に当たって、あらやだ、パニッシャーから触れちゃった。とりあえず発動しとくか。
シーガさんよ。これでとどめだな。アリシア姫、私は本当にあなたを魔人から守ってあげたかった。それから視聴者の皆様、こんな苦闘苦しの動画を見てくださってありがとう。え？お前が死ねるの？第五章、権力を望む者。どうして私がこのようなことをしているのか、あなたにはわかりますまい。古い体制を一新し国を作る、そのために全てを壊す必要があったのですよ。いわば生贄といったところですかな。あなた、そんな恐ろしいことを。王家のあなたには民の怨嗟の声が聞こえますまい。苦しむ民の叫びに耳を傾けぬ王家の者こそむしろ恐ろしいのではないですかな。そんなもっともそんな王家と妃の死に囚われたままの無能な王だったからこそ思うままに操り失政を行わせるのが簡単だったのだがな。そして民の不満は全て王家へ向けた私はそれを正し旧国の英雄に新王となるのだ。カタリーナやグレインズも王の後を追うだろう。私から王への鼻向けだ。まさかお父様を殺すようにエイダに命じたのは。そうだ、それもオラフの希望でな。お父様がなぜ。また魔人の力に何か関係が。知らぬ。オラフは魔人について語ったが、さて話はここまでだ。この国を去れ。アリシア、お前は真実を知る必要はない。待って、教えて、何を隠しているの。ヘルゾーク、答えて。これ以上深入りするな。お前を幼き頃から知る俺にその命刈り取らせるな。アリシア姫だ、見つけたぞ。あれ？あらすじ出てないよ。まあいいか。はい、皆さんこんばんは。カゲロウの新作、ダークサイドプリンセス、出ましたね。とりあえず一周したけど、ストーリーの分岐点よくわかんなかったよ。いきなりその話かよ。っていうか、久しぶりだからカメラワークが落ち着かない。おい、アリシアの洋服変わってるぞ。間違えたのか？獣め、もうあんたを王女とは思わん。間違いじゃないよ。前回と前々回からサイドストーリーでお着替えしてなかったから、今回はメインストーリーもサイドストーリーもお着替えしました。まあレパートリーがたくさんあるわけじゃないけど、お着替えイコールループ主の気分転換って感じだから、一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。さーて、トップバッターは焼却炉くんです。メガヨーヨーは使いやすいなー。そういやこの焼却炉みたいに閉じ込めてダメージ食らわす部屋が国名感心症にあって結構好きだったんですよね。次天井の部屋だろ。真ん中のスイッチ踏むと作動するあれって、下手すると自分も潰されるんだよな。うん、もう次の部屋行ってるからこの話題終わりね。早いな。いやね、録画始めたのはいいけど、前回でダークイリュージョン全部やっちゃったから、今回は面白いもの見せられないかもなんだよね。そこはすっかすかな脳みそ絞ってアイディアひねり出せよ。そうそう、こういう風に敵の情報が見れますよってのやりたかったんだよね。毎回組み込もうと思ってても動画時間が長かったり、やりたいことやったりで後回しになってました。仕方すんな。めんごめんご。
前回で派手なの使い切っちゃったから、今回は焼却炉とか暖炉とかそういう備え付けトラップを使ってくよって言いたかったのですよ。いつも通りじゃねえか。いつも通りだね。まあ、今日も平和に兵士を駆逐しようか。そうだ、この後ちょっとぐだるから、あれやろうぜ。解説は？スマッシュボール一発で暖炉にシュートしたから、解説不要。ああ、手前で倒れると思ってメガヨーヨー設置してたのか。さあやるか。コメントピックアップのコーナー。ほい最初のコメ、なんで足燃えてるのにやけどしない。わら、ナイスツッコミ。私はアリシアが己で制裁を下したことに気を取られてたよ。その純粋な気持ち忘れないでね。てめえは何様だ。あ、いい、答えなくていい、めんどくせえから。ほら、次のコメ、これ終わったら次回作にどうですか。だってよ、そういや次回作って考えてんの？うっほほい、次回作か。単発でやりたいのがいくつかあるから、この実況終わったらしばらく単発動画で暴れたいんだよね。ちなみに、ダークサイドプリンセスはウプ主の力量じゃ実況できないと思われます。フルボッコされるレグリナタンはさすがにお見せできない。アリシアならいいのかよ。よくないけど、今のところのアリシアの画面をベラリつって10分の1で、しかもその原因はコントローラーさんの反抗期。一方レグリナさんのガメオベラ率は1勝につき2回から3回。ひどい時は5、6回ガメオベってるからね。今よりひどいグダグダプレイが容易に想像できるな。っていうことで、そろそろゲームに戻ろうか。おいこら、断末魔無視すんな。うん、この時スタートボタン連打しまくってた。新手が来た時も連打しまくってた。今回なんでか知らんが、プレイすることに集中してて普段通りのプレイスタイルに近い感じでやってたよ。言ってるうちに画面進んでるぞ。さっき字幕さんが解説してくれたからもう満タイ。あ、そうそう、誰かデスピラーの有効活用法を教えてくんの。どういう使い方していいかわからなくて、デスシリーズの中で唯一縛りに入れなかったもんな。なんでこいつらは飛ばさなかった？録画してるって思い出した。あんたの力見せてもらう。もうこれやり直せよ。いやだ、どんなにグダっても一発撮りで動画作るんだい。他者から見たらどうでもいいこだわり。おだまりって、またここかよ。お前この部屋に取り憑かれてるんじゃねえのか。そんなことあるわけないじゃん。たまたまだし、気のせいだって。うん、今喋った。あ、お前だろ。じゃあ、字幕さんが喋った。字幕さんに音声ついたら俺らいらなくなるぞ。あ、デスピラーめっちゃ働いてる。あの使い方いいな。7コンボ稼いだな。実力っつうよりも運が良かったって感じだけど。ありがとう。どういたしまして。なんかすっきりしない。誰か喋ってる気がしたんだが。そんなことよりサイドストーリーやんぞ。ほら、あ、待って待って、今行くから。あんたに勝てばこの国を満員なんていない平和な国に。もう嫌なんだ、ボウケラ兵士に振り回されるような生活なんて。はい、久しぶりのミレニア衣装です。かわいいね、綺麗だね。ぐへへい、おまわりさんこいつです。うわ、何をする、やめ。ゆっくりが女の子をめでて何が悪い。めで方がキモかった。あ、そうそう、話題がやがった。さっきピックアップしきれなかったんだけど、こんなコメももらったんよ。動画すごい凝ってるし、人気出そうなんだけど投稿ペースが致命的なんだよな。残念。ウプ主感喜ぶのかよ。だって人気出そうとか言ってもらえるなんて微塵も思ってなかったから嬉しくて嬉しくて。好き勝手やってて褒められることが少ないウプ主にはありがたいコメだったんだな。よかったな。コメントしてくれた方々、ありがとうございました。
それにしても、いつまで鬼ごっこしてんだよ、早く引っ掛けろよ。じゃあ、痛い、お前も引っ掛かんのかよ。魔人が支配する国になるのか。ああ、しびれた。やっぱ針の跡はこれだよね。針？壺に刺すやつか？っていつそんなことしてたんだよ。サイドストーリーやる前、肩こりがひどくてね。針やって電気食らってだいぶ軽くなったよ。良い子は真似しないでね。さあラス1、どうやって仕留めんだ？スパークロットからの柱の下敷きにしようかなって。あ、ずれた。結局最後まで、振り回されっぱなし、だな。ちょいと短めですが、今回はこの辺で失礼します。最後までご視聴、ありがとうございました。第11章、はは。ヘルツォークも甘いものよな。わらわの命を狙いに来たのであろう。初めて気が合ったな。わらわもお前を殺したくてやきもきしておったわ。残念だったな。殺されるのはお前だけになりそうじゃ。さようなら、アリシア。さて、前回は第10章のところを、5章と間違えてしまいました。すみません。恥ずかしいと同時にちょっと美味しかったとも思ってます。編集始めて一発目に録音して間違いに気づかずに最後まで仕上げて、編集ミスないかチェックしてんのにやっぱり気づかず延期してアップするとか、すごいね。あっさり終わらないでくれよ。あ、そうそう、今回ね、この玄関から出られない仕様になってます。は？なんだそれ？あ、カタリーナの仕業か。兵士4人しか連れてこなかったし、彼女の目論みだろうね。まあ、一部屋で戦うのもたまにはいいもんだよ。戦い方は単調になっちゃうけど。余裕ぶっこいてるけど、こいつ一回やり直してるんだぜ。持っていったトラップがことごとくこの部屋に合わなくて、イリュージョンできないわ、トラップ避けられるわで散々だったんよ。で、今は空中ブランコの準備してんのか。おうよ。あ、関係ないけどさ、最近コーヒー飲めるようになったんだよね。今そういうのいらねえから。まあまあ、聞いとくれよ。子供ん時はさ、苦いし酸っぱいし頭痛くなるしで、徹夜するためにしか飲まなかったんだけど、この前カフェオレがめっさ美味しく感じて衝撃を受けたんよ。カフェオレさえ飲めないお子様だったのか。で、試しにボーイレブンのブラックコーヒー一口飲ませてもらったら、苦いけどまずいとは感じなかったのです。大人の苦味にはまりそう。カフェイン中毒には気をつけろよ。作業する時くらいしか飲まないようにしてるから大丈夫。はい、今度はデルタホースで捕まえる作戦で行くよ。おお、危ねえ。今だ。急げ、急げ。つか、動画の見栄え的にダークイリュージョンはカタリーナに残しておけばよかったんじゃね。カタリーナはデルタホースで仕留めたいからいいのよ。レッツパーリー。
ハードっこいしょ。ひーやっほー。シュー。やばい。あ、どうした？話すネタなくなった。言うなよ、なくてもすごいだぜよ。なんかあんだろ？ほら、この後のトラップのこととか。あるっちゃあるけど、下ネタになるかも。健全な方向にしようぜ。待て！な、下以外にもあんだろ？ぶっちゃけ同じ部屋ぐるぐる回ってるだけの映像にどうコメントすればいいかわからんのだよ。自業自得じゃねえか。そうなると、前々から言いたかったことしか思い出せなくてさ。ほら、あれ、デルタフォースってさ、大事なとこ強打させてダメージ与えるやん。でもその前にあれってプレイの一種にも用いられる道具だからさ、住人に一人は別の意味で昇天してるんじゃないかな。なんてこと言うんだこいつ。あ、まさに今前立腺スターアップ。お前さんいつからスタッフさんになったの？もういい、お前しばらく喋るな。字幕さん、おなしゃさん。え？私が喋らないとゆっくり実況成り立たないよ。いいの？うわ、字幕さんの目がマジだ。ここはあれだな。ペンジュラムからデルタフォースでうまくいけば騎士の像に決まれて最後がスマッシュボールか。字幕さんそんなキャラだったのか？魔人の力を使うあんたを女とは思わないぜ。あら手が来たな。そういやアサシン系の侵入者はまっすぐアリシアを目指すからよく自滅してるな。壁や床トラップへの耐性もそうだけど、ダークエリュージンは初心者でも気軽に遊べるよう作られてるぞ。お前らのせいで俺の人生は台無しだ。言いたいこと言って帰っていきやがった。あ、おかえり。アリシア！ただいまからのコメントピックアップのコーナー。最初のコメ待ってました。待ってたよ。今回は二人も待ってたコメしてくれたぞ。よかったな。投稿して早々にコメしてもらってニヤニヤしました。あと深夜0時にあげたにもかかわらず約2時間後にうぽつって書き込まれてびっくりしたぞ。こいつにヒー様に比べるとアリシアは硬いな。アリシア硬いし侵入者がそこはかとなく優しい。お前らガチで命取りに来てるのってくらい。あとヒー様はアビリティ使ってくださいと言わんばかりにやばいね。アビリティ縛りプレイとかやったら序盤で詰む絶対。これは前々回のコメ。アビ、前回ピックアップしたかったけど忘れたんだぜ。悪いな。地獄は良いとこ一度はおいで。ふふふ、アビ教官と聞いてそのフレーズが出るとは。お主深夜アニメをたしなんでおるな。そういやお前、ノイタミナとアニメイズム好きだもんな。もやしにハマったきっかけもアニメ放送からだったしな。関係ないが、もやしの最終巻は限定版を買いました。好きな漫画家さんの収入になってくれるなら喜んで見継ぎますって考えなので、単行本は新品を買う人です。そういやさ、コメントピックアップしてて思ったんだけどさ。何を？質問募集とかした方がいいのかな。調子乗るのも大概にしろよ。頭では分かっていても、体が女をやることを拒否しやがった。そうだね、私らに質問ある人なんているわけないものね。ところで、あの BBA はさっきから何やってるの？気づいてないのかよ。うすうすは気づいてるんだけど、BBA の攻撃を警戒しててまだ右下見てなかった。めんどくさい能力だね。壁トラップだけ発動できないのは地味に嫌だな。いい声で泣くじゃねえか。よしもっかい。
ち、しくじったか。ぽい瞬間移動。何平行カットしてんだよ。まだやるぜ。1、2の、3。いや、カットされてねえよ。ただ画面が見にくくなっただけだし、これで画面酔いする視聴者さんいたらどうすんだよ。それは字幕さんが対処してくれてます。字幕さんアザース。アザースじゃねえよ。うん、さっきのは冗談ね。で、今からマジカット入ります。カットした途端カタリーナの叫び声とかやめろよ。ビビったじゃねえか。シュールでいいかなって。デヘペロ。いらつか、さっきからカタリーナがギャーギャー叫んでる場面しかねえぞ。これじゃあただのババア絶叫動画じゃねえか。おま、さっきまでやんわり DDA って言ってたのに意味なくなっちったじゃん、もう。で、今は何やってんだ。パッと見不毛なチャレンジしてるようにしか見えねえんだけど。あとちょっとで発動できそうな時にチャージゼロにしてくるんだよあの人。連打してたら発動できないかなって思ったんだけど、あかんかった。おとなしくその場にデルタホース仕掛けろよ。痛がる様をじっくり見れるぞ。うわぁ、その手があったぁ。あー、つか、スマッシュボールじゃ壁まで行って終わりだろ。デルタホース使えねえじゃん。なんとしてでも壁トラップ当てたいって思いがいっぱいで忘れてた。うぅ。エルツホーク、エルツホーク、助けて。負けたく、このカタリーナの最後の言葉、嫌いじゃないよ。負けず嫌いっぽくてさ。勝ち負け以前に、お前死ぬんだぞ、って突っ込みたい。レイチェル。いい、やったー。レイチェル、レイチェル、レイチェル、会いたかったよ、レイチェル、レイチェル、ははは。は落ち着け。まだサイドストーリー残ってんだよ。とりあえず落ち着け。あ、そうそう。これあれ、デスファイルっていうやつ。侵入者のシーンが書いてあるよ、レイチェル、ははは。は猛烈入税。お金は父が、このことは誰にも話しませんから。お前すっぽいダミ声だな。ですから、どうか私を自由にしてください。金などいらん、腐るほど持っているのでね。もはや、あなたは囚われの蝶。私の偉大なる研究の生贄となっていただく。いや、誰か。嫌だな、手間をかけさせないでよ。こちとら朝早く叩き起こされてジジイのおもりさせられて、げんなりしてるんだよ。もういっそジジイの寝首加工か。こいつ説得したら逃げられるんじゃねえ。ふ、レディーに失礼で。うるせえ、寝起き低血圧の恐ろしさ見せてやんよ。ちょ、たんま。おお、彼の白き乙女、あれは。アリシア姫チーズ。アリシア姫、なんと麗しきお姿。私を覚えておいでですかな。みじんも覚えとらんよ。そんなことよりレイチェル見なかった？早くただいまの頬ずりしたいんだけど見当たらないんだよね。残りがが薄い視界物にでも出てるのかな。覚えててくれないと話が噛み合わなくなるんですけど。っていうかみんな台本通りに喋る。人生に台本なんていらねえんだよ。待って、まだセリフあるから。ラン、参れ。はい、残念、時間切れ。ぬあああああ、もう、お前部下だろ、手下だろ。なんで言うこと聞いてくれないんだ。レイチェルどこ？最初のセリフん時のポーズがダサすぎて引いた。あと、彼、じゃなくて、かの、な。あれはウプ主の。売られた喧嘩は買うよ。はいはい、茶番はそこまでな。うんじゃ、久しく説明しようか。最初はメイデンハップ、
これは発動後ダメージ判定までラグっぽいのがあるから、少し早いと思うくらいのタイミングでいいと思うよ。ハックが引き始めて1秒くらいでペンジュラム起動したらさあ大変。この見せ方じゃ視聴者にはドアから遠い方の松明使ったってわかんねえよ。設置するとこカットしやがって。うぷ主また編集ミスりやがったな。二度までもカタリーナの手勢に、殺された将軍の無念、晴らせぬのか。なんだ、あいついいやつだったのか。さて、スーパーグダグダタイムの始まりだ。え？あ？え？私がグダるわけないじゃない。華麗に。お前はそのくだりを何回やる気だ。大丈夫。今回は短い方だから、グダってるんじゃなくて慎重にやってるんだよ。その証拠に、ダメージ食らってないでしょ？まあそうだな。こいつの攻撃見切りやすいし、当たる方がおかしいな。え、何その勝手当然みたいなものいい。そういう教育は子供のプレッシャーになって精神的にも子供の性格にも悪影響が。お前はガキじゃなくてまんじゅうだろ。出来上がったまんじゅうに性格もクソもねえっつの。もっと甘やかしてくれたっていいじゃない。いけず。ぐふ。字幕さんそれ向きやない。こぶしや。字幕さん落ち着け。動画進んでるから。さっき十分あんこ吐きましたし、もう、私が何をしたっていうの。つか、お前の中身白あんなのか。そうだよ。ちなみにお前は5万だよ。衝撃の事実。ずっと B 型だと思ってたのに健康診断で A 型だと教えられた人の種目に近い心境。不意打ち機の P 渡った状態じゃないか食らってくれないから、スパークロッチャで強制フリップさせたよ。からのおー。オベリスク。主人公役だっていうから引き受けたのに、やられ役じゃねえか畜生。もう台本なんか読んでやらんもん。あ、ちょっと遊びすぎたか。この後も声当ててもらおうと思ったのに役者さん帰っちゃった。嘘ついて読んだんだから怒って当然だろ。わかった。じゃあこの後よろしくね。あーもう、しゃあねえな。嬉しそうだね。ジルベイルさん、残念でしたね。あなたは、お元気でしたか、アリシア姫。私に何か用でも？アリシア姫も、やはり死ぬのは怖いですか？え、ジルベイルさんは怖かったみたいですよ。だから禁獣、時人の力を極めようと。時人、魔人の力を操ったという。さすが、あの方が贄に選ばれただけはある。素質だけではなく博識なんですね。あの方が魔人の贄に選んだ。私を贄に選んだ人を知っているの。あれ、お話ししませんでしたか？彼女のこと。彼女、誰なのその女性は？あなたがご存知の方ですよ。彼女の名をやはり、まだ言えません。知ったら、姫様が前に進めなくなるかもしれないですから。答えてくれる気はないのですね。ごめんなさい、アリシア姫にはまだ、前に進んでいただきたいのですよ。そう、では、不本意だけれど。話してもらわなくてはいけないようね。あはは、怖いですよ。魔人の力を使いこなすようになりましたね。さて、魔人に見つからないうちに退散します。待ちなさい。そうだ、巻いてには気をつけてください。彼女の背後の怖い人にも、ね。では、またお会いしましょう。アリシア姫。我が主よ。え、今なんつった？第十二章、もつれた紐。ヘルツォーク様からアリシア様を見逃すように言われていたが、いい機会だ。魔人の力など何ほどのものか。魔人の手の者は全て我らが刃に倒れるのだ。
地獄の鉄槌と呼ばれる我らの攻撃、魔人の力で受けてみよう。皆さんこんばんは。前回トラップ設置カットして味気なくなっちゃったから、今回は右下に設置画面表示してみました。今日は侵入者が王女隊だから動画が長いんだぜ。視聴者のみんなは覚悟してろよ。逃げるなら今のうちだからな。仕方ないじゃないか。行くぞ。はい、これが今回のウプ主の進化。トラップ設置画面をカットすると物足りなくて、だがしかし倍速編集しても動画時間が30分超えて頭抱えていっていたのがこの状態。もっと早くこの編集方法を思いついてたら多少はグダグダ回避できたのにな。時すでに遅しとはこのことだな。グーの音も出ない。そうそう、右下のせいで設置トラップわからないと思うからちゃんと説明しますね。はじめはアリシアの目の前のペンジュラムで後ろに飛ばして、部屋備え付けトラップで溶岩ぶっかけて、スパークロッドでギリギリさせて、最後にゼロ距離ローリングボムでフィニッシュって作戦よ。この備え付けトラップは反対側にも同じものがついてるけど、壁にくっついてるこっちの方が侵入者を吹っ飛ばした先の着地地点がはっきりわかるから、続けてトラップ引っ掛けるのが楽だぜ。で、場面変わるの早いよ。はい、お次はスマッシュボールで吹っ飛ばしてパニッシャーで2ブロック飛んでもらって、最後にデスピラーしたかったんだけど、ジャク、リーンは逃げ伸びたのか。最初に使ったトラップの設置画面が今さら流れてるんだけど、使う順番と設置する順番はバラバラだからな。仕方ねえよ。もし使う順番と右下の設置画面合わせようとしたらウプ主のストレスマッハだからな。ネットブックで録画も編集もやってるから、編集で何かをクリックするたびに1秒待たなきゃ動かなかったんだよね。あれ地味に辛い。俺、一人暮らし始めたら編集用の PC 買うんだ。ってよく言ってるな。一人の道がどんなに辛いか、お前には分かるまい。ぼっちさんチース。っていうか、今持ってる PC、DVD ドライブついてないからユリゲーとか色々できなくて辛い。PC の話から離れろや。てかユリゲーってなんだよ。ユリゲーっていうのはね、可愛い女の子たちがキャッキャー復讐ゲームだよ。レイチェルとアリシアみたいな関係って思ってくれているよ。血は繋がってないけど姉妹みたいな関係ってことか。キャッキャウフフってことは僕夏みたいにお出かけするゲームか。さて、この部屋の仕掛けはみんな使ったことあるけど、今日はステンドグラス使いたい気分なんだ。オベリスクに当たるなよ。バカ、フラグ立てんな。よし。かかった。速やかにこの場を離れて取りたい。同じ女性をいるのは気が引けるね。よし、計画通り。そうなると思ってフラグ立ててやったんだぜ。ありがとう。フラグは回収するものです。はい。ここのトラップはしくじったので設置画面消しました。
ガニッシャーの位置に設置するとしたら天井以外のトラップがいいですよ。私みたいに天井トラップ設置すると上で待機してるペンデュラム兄弟にトラップが阻まれます。っていうか、前にも同じことしてた気がする。だから変わるの早いって。14人さばかなきゃいけないんだからこんくらいキビキビやらないと時間が足りないんだよ。でも俺らの声の速度ゆっくりのままだな。ここで仕掛けたのはペンデュラム、スパークロッド、スマッシュボールだよ。飛ばして止めて飾り柱の下敷きってわけさ。おいこら無視すんな。何？ゆっくりなのは今更でしょ。それにこの速度でも十分追いついてるんだから、わざわざ早口にする必要ないよ。早口だと聞き取りづらいしね。んじゃ、ちょっと移動するよ。カットしないのか？本当にちょっとしか移動しないし、すぐ交戦するからカットはいらないのよ。ん？そういや字幕さん今日あんまり見ないな。ああ、そうか、今日はゆっくりが仕事してるから出る必要ないのか。字幕さんもゆっくりしていってね。おい、アルマが先に来たぞ。その位置やばくないか？つか、なんでそこで待機してんだ？早くアルマにトラップ当てろよ。このまま行くとドア付近か廊下で挟み撃ちされる可能性があるから、この部屋で二人を合流させたいんだよね。王女が相手っていうのは、なんかこう、燃えてくるぜ。よしきたか、この部屋のトラップは説明するのでもないけど、一応、スマッシュボールで6ブロック飛ばしてペンデュラムで鐘があった場所に飛ばしてイリュージョン発動する3段だったけど、ペンデュラムの代わりに同じ強制移動3ブロックのスプリングフロアのが確実に成功するよ。スマッシュボールとスプリングフロアのコンボ成功例がこちら。強制移動でも手遊びながら動きを封じて、仕上げはシャンデリア。ペンデュラムも万能だけど、この2コンボも優秀だよ。5年後のあんた、いい女になってただろうな。失敬な、アリシアさんは今も十分いい女よ。もうこうなりゃ焼けよ。そういえば、動画内で侵入者の素性紹介とかもやりたかったんだけど、やりたいやりたいって思うだけで毎回動画に組み込む余裕がなくて、ずっとお蔵入りしてるんだよね。侵入者がどういう心持ちでアリシア討伐に来てるかがわかるとゲームがもっと面白くなるんだぜ。動画の尺とセースペ PC の都合上実現できてないんだなこれが。さて、ここではせり上がるミカを使って撃退したいと思うよ。キルティランスで壁に引き寄せて、パニッシャーで2ブロック飛ばしてせり上がるミカに乗っかったらさようなら。おまけのデスピラー、これは設置する必要ないし当たるかもわからん位置だから気にしなくていいよ。はぁ、久しぶりに実況してるって感じ。茶番とかいろいろやっちゃってるけどやっぱり真面目に実況するのいいね。今回はプレイ自体がまともだから実況もサクサクできるんだよな。いつもこうだったらよかったのにな。な、この BGM かっこいいな。聞けよ。お姉ちゃん、幸せに行って。そうだね、変に面白くしようと考えないで普通にプレイするのが一番だね。生きて帰れると思うなよ。あと、一度失敗したら諦めるのも大切だからな。な、うぶう、わかってるか？最終回の構想考えてる場合じゃないんだぞ。なんで実況中にお説教されなきゃならんのだ。字幕さんの代わりにお説教してみた。やめろや。さて、この部屋の仕掛けは、
スパークロッドで足止めしてる隙にペンデュラムで黒い松明転がしてすかさずローリングボム発動してとどめを刺すよ。玄関の部屋に続くドアから入ってくるのを利用したコンボになってます。ちょっとローリングボムのタイミングが遅くてコンボ途切れちゃったからペンデュラムの前に発動してもいいかもね。せめて道連れに。やっと前半終わった。あと7人あと7人よ。ヘルツォークが魔人討伐のため館に攻め入ったようじゃが、身の程知らずが無駄なことじゃ。魔人の烙印に魂が捧げられ魔人が復活しつつあります。もはや封印も限界でしょう。やはり犠牲なくしては。烙印ごとアリシア姫を封印するほかない。それも五分五分といった危険な賭けじゃがな。哀れな。許せ古き友よ。行け。犯した罪は償っていただきます。容赦はせんぞ。さて後半戦、右下も復活したよ。使う使わない関係なく大体の部屋にトラップ仕掛けてるんだぜ。挨拶代わりの一発よかったな。向こうも挨拶してくれたぞ。ご近所付き合い大変だなぁ。大変だからって引きこもってばっかじゃダメだぞ。槍を出されたら槍で返さないと。でも私橋より重いもの持てないから。その右腕についてるものは何？アクセサリーですの。違うだろ。明らかにまだまだしい何かだろ。っていうか散々使っておいて今更かよ。メリケンサックだってもはやオシャレアイテムとして使う時代ですよ。なんで今メリケンサックの話すんだよ。やられたらやり返せって話だろうが。さて、茶番は置いといて、ここのトラップはギルティランスで足止めしてパニッシャーで移動させてスパークロッドでギリギリさせるよ。茶番の終わらせ方雑すぎるだろ。パニッシャーって強制移動1ブロックかと思ったら2ブロックだったんだね。忘れてたよ。俺のことも忘れんな。アウトオブバン中。綺麗。さて、次の部屋行こうか。俺の折れそうな心はどうやったら回復しますか。ヒールサークルにでも乗ってらっしゃい。今日の夕飯何？って聞いて、調理前のレトルト食品渡された時みたいな心境。お前さん魂食べてるんだからご飯いらないでしょ。そういう意味じゃねえよ。心境うつしただろうが。そうそう、ここはパニッシャーで飛ばして巻き込みローラーから針の部屋、そこから落ちてギルティランスとデスピラーと言っても、この子たち最後まで体力持たないね。あなたはまだ罪を重ねるのですか。実家に帰らせていただきます。どこへ行こうというのかね。つうか、お前の実家ここじゃん。もうほっといて、ぐすん。わかったよ、暇だからっていじめすぎたよ。ごめんごめんご。まだ言うか。本当のことだしね。もうこいつら嫌い。なに？今まで好きだったの？ちげえよ、バーカ。今仕掛けてるのは、パニッシャーで強制移動させてスパークロッドで固定してスマッシュボールで電動の小切りに当てる。ってなんで俺が説明してんか。あ、楽しい。カゲロウやってると同心に帰るよね。帰らねえよ。お前はどんだけ残酷なガキだったんだよ。ほら、アリの巣の入り口埋めたりとかするじゃん。純粋だからこそ子供って案外残酷よ。子供怖え。さて、次来る人も同じ手口でやるよ。
プレイしてる途中にこの電ノコに当てるの楽しくなっちゃったんだ。単調になっちゃってごめんぬ。闇の力を思い知れ。こいつこの前も出てこなかったか？双子か？多分違うと思うよ。それより私はメテオなんとかさんが怖いよ。星飛ばしてくるおじいちゃん嫌い。トラック使ってる時に来ないでよー。何が私を包んでいく。とりあえずトラック変えて距離取って。そこに立ってたらダメじゃねえの。記憶やめれやめれよりな。触るな。弾けて飛ぶさ。コメントピックアップの。うわ、ごまかしやがった。コメントピックアップの。はいはい、わかった、やってやるよ。最初はこれ、まさに断末魔。まさに死ぬ間際の叫びだったもんね。じゃあリピートアフター。なんでやらないの。断末魔の練習とか意味がわからん。必要ねえし。いけず。おら、次行くぞ。カットと同時にババアもカット。 DDA のスライスはいかがですか。思わずくすっと笑ってしまったよ。こういうボケやツッコミ系のコメっていいよね。コメントでむっちゃ笑うこともあるもんな。そういやニコル機能ってどうなんって思ってたけど、自分がしたコメがニコられるとちょっと嬉しいね。人に見られてるって意識するとポジティブなコメ残すようになるし。動画作ってるくせに何言ってんだ。確かに。思い出したところで実況に戻るぞ。そうだね。で、今どんな状況？把握しとけよ。な、魔術師のおっさんの体力減らしてるところだな。もっかい言ってみ。魔術師の言えてねえ。こんなとこでくたわってたまるか。魔術師も言えないなんてお笑いね。お前もな。つうか、ここのトラップは説明しないのかよ。うそねえ。バラバラに設置してるから説明必要ないんよ。ただ当てて電気椅子に座らせたり暖炉にぶっこんだりしてるだけだからね。あのさぁ、どうした。この火がついて走り回ってる時にドリフの音楽流したい。ああ、どんな状況も笑いに変えるあの神 BGM か。でもあれ使い古された感じしないか。同じ人の動画に何度も使われてたらさすがに飽きるけど、初見の動画で完璧なタイミングで使われたら確実に笑うと思う。おっと、やっとこさこの部屋から出るようです。使えねえ戦いしてた上に長かったな。動画のこと考えながら撮れよって言ってるだろ。一応考えながら撮ってるけど、編集の時に忘れちゃうんだもの。仕方ないじゃない。仕方なくねえよ。柱が邪魔で思うように飛ばせなかったので、ズバリカット。ここなんで開かないんだろうか、気になる。さてさて、今度はこの部屋にあるマグマにダイブさせたいと思うよ。マグマダイブってしても浅い川みたいなとこだけどな。やっと彼女と結ばれた。スマッシュボールとパニッシャーで強制移動させてマグマにべちゃりってなって、起き上がったタイミングでスパークロット。ここのマグマは引っ掛けにくい位置にあるせいで、ただのオブジェに見えるのは俺だけか。マグマの溶鉱炉があったら楽しいだろうな。目を回した侵入者がふらふらと溶鉱炉に入ってく瞬間とかニヤニヤ笑いが止まらんだろうな。この私、邪悪に見られし者よ、滅しなさい。はいはい、最後はオルゴールやっちゃうよ。
剣の裁きもやれよ。いやー、ついつい楽な方に行っちゃうんだよねー。お前それでも実況主か？ブーの根も出る。うるさい。ねえ、どうした？もう黙っていい？久しぶりに真面目にやったから疲れちゃった。結果。ケチ、怠けんな。バカ、アホ、ドジ、マヌケ。こいつが休ましてくれないから。うぐ。うわ、マジかよ。引くわー。オルゴールのたんびに黙るのもつまらないと思ってさ、一言ずつの掛け合いもやってみたかったんだよね。魔人かっこ笑い、ごめんね。悪いと思ってんならかっこ笑いを取ってくれ。嫌だ。クソだ。ちなみに、場をつなぐためにうぷ主の近況を話すってのもあるんだけど、そればっかやってても面白くないからやめました。もずく美味しいよもずく。疲れた体に染み込むよ。私の、ウゴ姫。最後に関係ないこと足しただろ。体力的にお疲れの人にはもずくおすすめ。なんて言ってませんし、お寿司。セブンのもずくは食べやすいと思うけど、疲れてない時に食べるとめちゃくちゃ酸っぱいよ。なんて思っても、動画と関係ないことだから言わないよ。回を増すごとに増えるのはいいんだけど、一人一人にトラップ考えるのぶっちゃけ疲れちった。アルフォンスなんで天井に叩きつけられてるんだ？身に覚えがないよ。むしろあいつと戦ったっけ？まあいいや、サイドストーリー行こうか。この気配。あなたは？我が名はカーマ。魔の呪いにより戦没の栄誉を忘れた。まごうことなきその腕、魔の証。そしてこのまがまがしき香り、魔人の放つものに相違あるまい。あなたは何者なのです？我がことなど、もはや取るに足らぬ。かつて魔は我を蝕み、この体は朽ちることを忘れた。だが同時に、生きることも忘却し、胸の内より部の栄光も消えた。倒されても骸とはならず、倒しても喜びはなく、不浄のものとなった。では、あなたは私に、復讐を、魔人の力を宿した私に。いな。だが結果、同じことになるやもしれんな。そなたが、我を殺しきることができねば、その懸念も現実のものとなろう。この方は、死を望んでいる？さてさて、始まったのはいいけど、今さら侵入者一人って、一瞬で終わっちゃうよ、わらわら。大見さんこちらー、例のなる方へ。何遊んでんだよ、早くしろ。今日も途中から終わりの挨拶挟むんだろ？うん、だから早々に説明しなきゃだね。カーマさんが階段上まで来たところにスプリングフロア、壁についてる丸いのに刺さったら自動で階段降りてってくれるので、パニッシャーの出番。パニッシャーのタイミングは電気椅子に感電した直後でいいと思うよ。今回はローリングボムの起動が遅くて敵に当たらなかったんだぜ。そうなの。だから実践するときはローリングボムをパニッシャーの前に起動するといいかもです。ということで、今回も終わりが近づいてきました。12章、いかがでしたでしょうか？7月末という予定をぶっちぎって、8月のアップになってごめんな。残りのパートは最小2つくらいだと想定しています。いつも茶番とか関係ない話で脱線しまくってるこの動画が面白いのかわからず未だに迷走してるけど。年内完走予定ですのでよろしければお付き合いいただけると嬉しいです。それでは、ご視聴、ありがとうございました。なぜだ、なぜ死なせてくれぬのだ。
まだ、惨めに這いずり回れというのか。ふ。これが己の運命から逃れるために、魂を売り、かりそめの命を欲した者の無残な末路か。運命に従い遥か昔、戦友と共に死ぬべきだった。申し出を受けるべきではなかった。あの少年の。あの少年。第十三章、守り手。兵を引きなさい。もはやこの戦いは無意味。善悪の区別なく、失われた命の数だけ世界は破滅へ向かっているのですから。分かった。とでも言うと思うか。どうやら待ち伏せされておったようじゃの。そのようです。ここは私にお任せください。ベルトラン様はアリシアを。任せたぞ。術師か、気をつけろ。やむを得ません。うおー、レイチェル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 、アリシアが帰ったよ、ただいま。レイチェル、どこにいるの？アリシア姫、お初にお目にかかる。我が名はベルトラン。魔人の封印を守りし者。その烙印は魔人の口。魂を貪り、己の血肉にするための名。烙印がある限り、魔人は力を取り戻し、封印という鎖から逃れよう。わかるな。口は塞がねばならぬ。わしを呪うがよい。じゃが、そなたの体、魔人の烙印ともども封じさせてもらう。トリックオアトリート、レイチェルくれないといたずらしちゃうよ。デスオアヘル、魂くれないとぶんどるぞ。ちょ、二人してボケたら誰が突っ込むのさ。字幕さん。それだけはご勘弁を。やってきたわね。最初の二人はサクッとやっちゃうよ。今回は15分。いつもよりは動画が短いからね。前回は長すぎたな。25分とか、途中で飽きるだろ。ネタとか色々挟めたらいいんだけどね。ボケ品な上に笑いの感覚が普通の人よりずれてる。お主は、面白くしようとすると変な方向に行っちゃうから普通に実況するしかないんだよね。変って例えばどんな風に変なんだ？ねえ、連想ゲームみたいに考えないと意味がわからないボケを言ったりするよ。私を恨まないでくださいね。考えないとわからないボケはボケ失格だな。だから無駄にボケない方向で言ったら、見事に雑談実況になってしまっているんだ。どうしよう？聞くな。ああ、ゲーム中に面白いハプニング起きないかな。別にそんな意味で言ったんじゃないよ。てか、主コメに書いてあるからな。マジか。マジだ。嫌な予感がしてたのよ。世の中所詮金なのじゃよ。血まみれにしてあげる。おい、中二が来たぞ。やったね魔人、
仲間が増えるよ。おい、やめろ。さて、ここのトラップはタイミング悪いとフィニッシュが外れちゃうから気をつけてね。魔人の腕か。あれ当てるならトラバサミ使えばいいだろ。なんではねえで言ったし。ない、トラップの名前ど忘れた。ああ、メガー。遊んでないで次行くぞ。あ、待っておいてかないで。さてと、右下の映像はカットした分の映像です。こうやって見ると長い道のりだなぁ。いきなりですが、ちょっと雑談していいですか？ダメ。今月はワールドトリガーのアニメが始まりますね。いや、この動画上げる頃には始まってますね。私は作者の前作からのファンだったので連載が始まった時はいつも買わないジャンプ買っちったよ。今はギリギリ単行本派に落ち着いてて、毎回新刊読むたびに涙腺が滲むよ。精神が病んでんじゃねえの？毎回各キャラにスポットが当たると自然にそのキャラを応援したくなるし、敵も味方もヘドが出るようなゲスキャラがいないのよ。ワールドトリガーのキャラはみんな好き。冗談抜きで作者と作品が好き。そういや最近自分の中で純粋に好きな漫画やゲームが増えたなぁ。逆に、前はどんな目で漫画やゲームを見てたんだ？そらもう、邪悪な目で、ね。強いなんて聞いていない。あ、今のコンボ好きだなぁ。しれっと戻ってきやがった。思いの丈の半分を吐き出したら満足した。視聴者の皆様聞いてくれてありがとう。同じくワールドトリガー好きよって人は一緒に発散していいのよ。あるかわからんが、腐った米は気をつけろよ。バナナ大活躍だな。いい仕事したな、バナナ。食べるだけじゃなくトラップにもなるなんて、すごいな、バナナ。中身はスタッフが美味しくいただいています。つうか、そろそろだな。はい、次のカットでバグった部屋に入ります。3、2、1。プレ2のゲームがバグるのは初めてだったからちょっと思考が追いついてないよ。取り直しするかどうか考えながらプレイしてます。以下、プレイ中の心境をお送りします。どうしてこうなった？プレ2も限界か？買い替えするとしても中でベルトランハイ。トラップ消してくるババアの次は素早いジジイかよ。精神攻撃か何かか。ああもうタイミングつかめない。心せよ。ああ、暗い感で進んでるから操作しづらい。なにこれ楽しい。うおう、やべえ、なにこれ楽しい。お、落ち着け。とりあえず、他の部屋も同じことになってたら取り直しだ。あ、普通だ。よし、行くか。はい、来ましたよ。ぶっちゃけ新しい刺激が欲しかったから、良いタイミングでバグってくれたね。せっかくだからどっちかを英雄にかけたいな。スメラルドのじいさんは地味な罠に引っかかるね。ベルトランどこだ？あんなとこに、でその位置。このネタ前もやったっけ？忘れた。まあいいや、面白いもん見れたなぁ。おい、またそっち行くのか？うん、アイアンメイデン使いたいんだ。ダブルメイデン好きな割に成功したことないよな。うぐ、だ、だって2はトラップ3つしか仕掛けられないんだもん。新作基準にしてよなっつの。そういや、ダークサイドプリンセスのミッション作成モードで、侵入者にシスターとド M とラスボスを指定してミッション作ろうとしたらめっさボコられたよ。無傷クリアとか指定すると無理ゲーに進化したよ。みんなもやってみてね。クリアできなくてミッション作れなかったやつがいるか。キャー燃えてるー。熱い。とにかく逃げる。
走れアリシアタン。つうわけで逃げてきた。せっかくだからここでちょっとダメージを負そうかなって。よっしゃー、出入り口に引っかかってるじゃないですか。やだー、カゲロウあるあるだな。敵の足が速いと気が焦ってタイミングが速くなって、ああいうことが起きやすくなるよ。ほら、とっとと回復しないと死ぬぞ。オッケー、さてやるか。何をだ？コメントピックアップ。でも前回はウポツって言ってくれてる人の他に込めないぞ。うん、だから今日は初期のパートに後からついたコメントを抜粋します。気になってたコメントがあったから機会があったらお返事したかったんだよね。そうか、ならやるか。コメントピックアップのコーナー。ほい最初、しかし魔人チャラい。これは俺か、それとも本物の方か。ついに本物って言った。これはお前さんのことで間違いないと思うよ。あの時はまだキャラブレブレだったからね。もともと笑いとかいらねえんだよ。もうカタカナでいいよ、魔人じゃなくて魔人って名前のまんじゅうでいいよ。畜生、ゆっくり魔人誕生の瞬間である。次の子ね、行くぞ。熱々の茶が上から降ってくるのか。これは私が女子会やろうって言った時についた米だね。熱々のお茶トラップ面白そう、使ってみたいわ。よし、ラスト。ほぼかっこあのように。これはさっきのコメントと一緒のパートのやつだな。わしの力が及ばぬと、これでは世界は。結果的に保護されたのは保護するっつった本人だったね。本物の魔人に美味しくいただかれましたとさ。いちいち本物とか言わなくていいだろ。そろそろ泣くぞ。さて、次はまたバナナ使って遊ぶよ。グダグダ注意報発令。うわぁ、グダグダ注意報だ。みんな動画を12分30秒までキープするんだ。待て、避難する前にみんなに言っておきたいことがある。初期の動画にコメしてくれた人、更新したらウポツって言ってくれてる人、動画を見てくれる人、毎回見てくれてる人、本当にありがとう。さて、きっと視聴者さんはシーチバーいじってるだろうから雑談するか。いきなりだな。いやね、ウポツ島のバイト始めてから明らかにファットになったし、これから冬が来て動かなくなってさらにファットになるだろうから、朝バナナ始めようかなって。バイトに生活リズムを合わせたから起床5時の就寝0時になってるんだっけか。朝バナナやるにはもってこいの生活リズムだな。ちょっと前は夜中までニコニコ見ながらゲームして朝寝るのが当たり前だったのにな。人って変わるもんなんだな。あと、水よりジュースとかばっかり飲んでると満腹感を得られにくくなるって情報を得たから、水めっちゃ飲むわ。うん、じゃあ実況に戻ろうか。お前、今よく取り乱さなかったな。ビビって動けなかっただけよ。なんということでしょう。あのじいさんとの戦い全部グダグダだった。申し訳程度にデスファイル公開。魔人の頭に押しつぶされる。っていうか、ぶち当たってたな。シャンデリアに押しつぶされる。お前もか。メイデンハックに串刺しにされる。オルゴールはもう解禁賞取れそうだね。闇使いのシーンは？戦場にドーン。さて、今回のサイドストーリーは遊んでると旬頃なのでガチに勝ちに行かせてもらいます。つか、こいつら本編にもまだなのに今出ていいのかよ。順番にやってくとこうなるんだから仕方ないよ。ネタバレってわけでもない気がするし、いいんじゃね。よし、やっていこうか。とりあえず一人倒すまでは同じコンボ使わせてもらいます。スマッシュフロア、メイデンハック、フレアロックの順番。あの位置案外引っ掛けやすいんだってな。ていうか、レム兄さん体力ありすぎと違いませんか。この狭い人部屋で戦わなきゃなのに、向こうさん足早いし、脇道一歩備え付けトラップの炎で焼かれるし、ぶっちゃけ八方塞がりです。
さっきからサクサク罠に引っかかってるし、余裕で勝てんじゃね？こいつらの立ち位置って国名感心症の時人みたいだよな。それにしては弱いけどね。本当にカゲロウ2はビギナー向けだよね。ちなみに、ダークサイドプリンセスはビギナーでも十分に楽しめます。シャドウにフルボッコされることもありますが、面白いよ。まあ、今ウプ主、陶器伝にハマってるけどな。中古で安かったんだもん。しかもあれ女の子主人公でも女の子の好感度上げられるんだよ。それに一緒にみそぎをするって、普通ほんと熱くなるじゃないの。メトソイラボス。痛い。お前がうるさいからレム兄さん切れたぞ。さあせん、真面目にやります。あ、ここぐるぐる回るから画面酔いにご注意ください。というか、レム兄さん、頭上に備え付けトラップの封印石あるから近づかないの？どうなの？レム兄さん往生際が悪いっすよ。時は来た。貴様もこれで終わりだ。ははははは。あれ？封印石、イビルアッパーの上だ。なんで真ん中踏まなかったのか謎すぎる。メトソイラボス。ぼっちオツ。それでは皆様、ここまでご視聴、ありがとうございました。第14章、最終回、教授。アリシア姫。この国を去れと言ったはず。よせ、引き返すのだ。お父さん。アリシアよ、よくやった。もう少しで魔人が復活。そしてその魔力でお前の母、私のエヴァリンが蘇るのだよ。これもアリシア、お前のおかげだ。感謝しておるぞ。お父さん。ご苦労であったな、ヘルツォ。オラフ王、ご無事で。ヘルツォーク、意を裏切るのか。王よ、あなたが生贄に選んだアリシアの魔人の力が本物だったことには驚いた。だが、私は初めからあなたの妄想に付き合う気はないのですよ。ここまで国を混沌とさせた王家に、もはや国を導く資格などない。この国は私が統治する。無論、魔人とやらに荒らさせる気もない。エヴァリン。王妃とはあの世で仲良く暮らすがよいよ。哀れな王よ。見せたくはなかったがしようがない。国を去らず殺されに戻ってくるとはな。ヘルツォーク。冬という季節が私を苛む。四季は良いものだと思うが寒いの嫌や。ゆっくりです。引きこもりがさらに引きこもる季節だな。へ、編集する手がががじいかじかむよよ弱い。それはさておき、今日も右下さんが来てくれました。録画時間が40分超えして、右下の力をもってしても27分。長い動画だけどゆっくりしてってな。さて、もうすでに交戦しているね。ちなみにカタリーナの時同様この部屋から出られない仕様になってるよ。トラップが当てられなかったり、逃げ回ったりしてグダったところはカットしまくってるぜ。あとな、
最初はいつも通り縛りプレイしてたんだがな。ハサミ打ちされてボコられるわ。逃げてる時に壁から出てる炎でエイガンに焼かれるわ。でバネをベッてやり直して、今3回目なんだ。スムーズに戦うためにデスアイアン、デスハンマー、ヘルファイアー解禁しました。ちょ、言わないで字幕さん。おお、アリシア様、私めが体を見て差し上げましょう。じゃあ変態、アリシア超逃げてー。アリシアに近づくやつってこんなんばっかだな。そういやジョイスどこ行った？城に置いてきた。そうそう、この部屋はさっき言ったように両サイドの壁から炎が吹き出てるから、端っこの階段はあんまり使わない方が良いよ。今アリシアがいる方の階段は真ん中まで行っても平気だけど、反対側の階段は真ん中に炎があるから使わない方がいいぞ。って言ってる間にじいちゃん言ったな。女なんて嫌いだ。時間ないからね。変態のじじいに構ってる暇ないから。さあちゃっちゃと片付けるよ。さっきから使ってるのはビビルアッパー、スマッシュボール、デスハンマーだな。うん、デスハンマーとデスアイアンとヘルファイアーでサクッと終わらせることもできるんだけど、一応実況だからね。内脳味噌絞ってスリーコンボはやっとかないと。それはいいが、そろそろ他のトラップにしないのか。同じのばっかじゃ飽きるだろ。まんまとハマるから面白くてつい長く使っちゃうんだよねー。あ、ヘルショークに引っ掛けてから移動するよー。ふふふ。ヘルショーク、悪しろよ。所詮はプログラム、回り道すれば良いものを。字幕さんし、よし動こう。そこだ。おお、一気に巻き込めるとやっぱ良いな。ここのトラップはデスアイアン、デスハンマー、イビルアッパー、イビルアッパーハマってんよ。この国は終わる。お前は自分のやっていることが分かっているのか。つうかね、この部屋クララがあるからエビルアッパー使わない手はないんだよ。ライジングフロア？なんだねそれは。さーて、アイザックさんは内村にお帰りいただこうか。それゲームちげーから。もう、ベトソイラボス。ベトソイラボス。何を、赤いからって。はいはい、魂、そこの人あげるから、早く帰ってねー。俺が使うなって言った階段側は敵に当てるにハモって恋の位置に炎が吹き出てるんだ。だいたい炎の前に飛ぶようにスマッシュフロアを設置しとけばいいかな。あとは追い打ち用に好きなトラックを着地地点に向かうように配置。冷たい。久々の殺し、存分に楽しませてくれよ。これは言わずもがなだね。アッパー、
ロック、アイアン、飛ばして潰してビリビリ、壁に向かって飛ばしてるから、遊びたい奴はアイアンメイデンとかカビンとか仕掛けてもいけるぞ。アイアンメイデンからカビンで強制補強させて最後にドカンとでっかいやつかますのもいいね。腕がなまったく。もう殺したくねえんだ。逃げるなら今のうちだぞ。ささとはよ、はよう、はよう。いきなり余裕なくし始めたぞ。余裕なんぞ元からないわい。同じトラップでダメージ稼ごうったって、そうはトンヤが下ろさねえよ。次のトラップはさっき使ったやつを一個隣に移動させただけだから右下さんには休んでもらうよ。さあ、これで貴様ともお別れだ。最後の獲物が王女様とは人生とは面白いものよ。どうしようかな。とりあえず削っておこう。とりあえずで焼かれる男アルバート。そして炎で削られる。っていうか、彼もう退場する時間だね。お疲れ様。すまねえ。俺はこんな生き方しかできなかった。ギャハハ、ぐちゃぐちゃに切り刻んでやる。魔法使いを先にやりたいけど、こいつら足の速さ違うからここの一部屋で個別に対応するのはきついな。まあ、なるようになるか。喋ることが思いつかなくて、録画時の心境を吐き出すだけになってる。にっくり、実況とは何だったのか。リアルっぽくて良いじゃない。だいたい20分もあるゆっくり実況なんておかしいよ。こんなの間違ってる。ゆっくりの労働基準は15分なんだよ。それがベストなのに、残業なんてひどい仕打ち。この後レイチェルペロペロできるとしたら、全力で働かせていただきます。シャオラー、早くレイチェルに会わせろー。邪魔する奴は容赦せんぞー。うおー。落ち着いて、痛い。ここはどこ、私は誰。つうか、その体力で大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。字幕さん今日冷たい。字幕さんはいつも冷たい。やめてよ、して触らないで続けます、すみません。よし、も、戻ろう。私たちの安全のためにも実況に戻ろう。と言ってもなぁ。今更実況することってあんまりない気がするんだよねー。いつも通りしょぼい3コンボ当てて逃げるだけって、面白みに欠けるよなー。ほら、喜べよ。面白そうな死亡フラグが来てんぞ。喜べない、嬉しくない。もう3回もやり直してるのにまた画面をベルのは、いやーいやー、なんで、どうして、なぜこうなった。最終回にもなってなんで自爆するの。もう少しずれてたら当たらなかったのにわーん。もうやだよ、やり直したくないよ、レイチェルに合わせて。終わったな。一体どういうことなんですか？アリシア様、お見事ですわ。あと一人、その魂を捧げればレイチェルの望みが叶えられるのです。だから死んでください、レイチェルのために。
暗く湿ったところへ送ってあげます。ようやく時が満ちたのね。うおらー、邪魔するやつは消し炭にしてやんよー。私はレイテルに会いに行ったんじゃーい。実況しないと字幕さんに消し炭にされるぞ。もっと殺すのよ。この感じすごくいいわ。小娘が血迷ったか。古き魔人の力、我が魔力と比していかなるものか試させてもらう。あ、はい。今回は適当というか、ここまで来るのが地味にしんどかったから生き残ることしか考えてなかった。だからトラップも当てやすいところに威力と範囲の広いデスアイアン、デスハンマー、ヘルファイアー、何よ赤いからって。久しぶりに本気を出させてもらう。ヘルファイアーは当たれば吹っ飛ばし効果もあるから、自分と侵入者の距離が取れて光線の仕切り直しがやりやすい。自分も巻き込まれる可能性も考慮して慎重に発動しようね。で、デスハンマーと少し重なるように設置すると良い感じにカオス空間作れるからおすすめ。説明したかもだが、一応デスハンマーはハンマーがぐるぐる回りながら降りてくるトラップで、周りを得ると先のボールがランダム方向に吹っ飛んでいって爆発する。当たると痛い。これが現実か。これが真の強さってやつなのか。デスアイアンは電気とつながったボールが壁から飛び出してくるトラップ。ボールに跳ね飛ばされたりはしないで、電気に感電してボールが何かにぶつかって消えるまで拘束される。当たると辛い。さあ、野郎ども、準備はいいか。これからレイチェルの可愛い攻撃モーションや高笑い、はたまたダメージモーションなんかが拝めるんだぞ。可愛さで目が犯されないようにメガネをかけるんだ。ちなみにうち主はもうブルーライトメガネやめた。っていうか、かけるのめんどくさくて使わなくなって、持ってたこと忘れてた。使用トラップは花瓶、スマッシュボール、ヘルファイアー。こっちに来たところを吹っ飛ばして花瓶でこちらまで歩かせてどう。たまーに吹っ飛ばした時に逆方向向いててトラップと違う場所に行っちゃうけど、そんなレイチェルも超可愛い。ヘルファイアー使ってゴリゴリ体力奪うんじゃなくて、花瓶とかスマッシュボールとかダメージの低いトラップでじわ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 やりたいんだけど、尺がそれを許してくれないの。この人怖い。あとレイチェルガンにしてると喋る必要ないんじゃないかなって思うの。ひたすら花瓶かぶってるレイチェル、みんなで眺めようぜ。お前しか得しないから結果ゲゼヌ。それにしても、好きな子をいじめたくなる男の子の心境ってこんな感じだと思うの。お前のやってることはそんな可愛いもんじゃないけどな。違うもん。レイチェルが殺しに来るから相手してるだけで、本当はもっとちゃんとした形で可愛がりたいもん。
まあ、どっちにしろ変態だけどな。変態で悪いかー。ガオー。開き直った。まあ、変態で悪いことはないが、変態として生きるには肩身が狭い世の中だからな。気をつけろ。マジレスエッジ。あはは餃子あはは。やめろ、餃子食いたくなってくる。あ、あ、あ、来るぞ、ムービー来るぞ。アリシア様、お代わりになられましたね。アリシア様をお見かけしたのです。その時からもう私とあなたは違う立場だった。私は時人と呼ばれる民の落とし子の母と、オラフ王、あなたのお父様の間に生まれた。王はあなたのお母様以外にも私の母、そう、愛人がいたの。あなたが生まれて間もなくすると母は王に捨てられた。王は世継ぎとなるあなたが可愛くて仕方がなかったのでしょうね。私は母に教えられた。毎日のようにあなたとあなたの母エヴァリンに対する積年の恨みを。病気になった母は死ぬ前に時人に伝わる魔人の力を得る方法を私に伝えた。そして私は母の怨念をあなたたちへ返すために世話係として近づいたの。王を騙すのは簡単だった。だってあなたよりエヴァリンの方があの人には大事だったから。せっかく王女として生まれてきたのに残念ね。あなたの帰る場所ももうどこにもないわ。いい君だわ。一緒に一緒に落ちましょう、アリシア。まさか。アリシア。それではベルトラ様は。
アリシア。魔人よ、私は人間は気候などに屈しはしな。魂を捧げよ。はい、これがベストエンディングです。カゲロウシリーズはすべて悪が勝つのです。こういうゲームを作ってくれるテクモさんが私は大好きです。ちなみに、あと2つエンディングがあります。バッドエンドを足すと全部で4つのエンディングですね。今回の実況はベストエンドを見せたかったので、申し訳ないですが他のエンドは見ません。気になる方はぜひプレイしてみてください。罠にはめるワクワク感はやってみないとわからないですからね。もっと言うと、国名感心症もおすすめって、カンペに書いてある。そういや、同じテクモさんでもゼロシリーズは怖くて一人じゃできない。あそこまで怖いのよく作れたよね。実況プレイとか見てるとそんなに怖くはないんだけどな。実際プレイすると後半メニュー画面開いたまんま進めなくなるんだぞ。マジだかんな。床下のブリッジ女はトラウマ必至。それにしても、よくこの実況完走できたな。正直トシマタグと確信してたんだが、モンスターエナジーすごいとしか言えない。できるとこまで進めようと思って開いたらあら不思議、終わっちゃった。あれなんよ、レイチェル出てきた後はもう最後までいけるって分かってたんだけど、それまでが長くて本気でカットしようかと思ったくらい。月1で上げてたら1年ちょっとで終わるであろうものを2年かけてるあたりあれだけどな。そこはご愛嬌。ああ、でも楽しかった。ネタが浮かばなくてうんうん言ってたことのが多かったけど、動画にダブルとかツッコミもらったりとかコメントあるたびに嬉しくて編集頑張れました。ありがとうございました。一個前のやつは初めて広告してもらって、ニコレポ見たうつ主がは、って驚いてたぞ。ありがとうな、マジで。そうそう、次回作が決まってるって言ったけど、気分屋のうつ主だから、次回予告とかはしないよ。ごめんね。バス箱版のシムズやりたい。じゃあ、そろそろお別れだな。カゲロウ2でゆっくり実況、最終回でございます。視聴してくださった皆様、ありがとうございました。じゃあな。また会う日まで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。